昔々あるところにあなたがいました。あなたは今まで目立たないよう、嫌われないよう、波風を立てないよう、時には息を殺して生きてきました。それはまるで森で生きるか弱い動物のように、あたりをキョロキョロ見ながら背を低くして日陰に潜むような毎日です。だからクラスの子に、あいつ無視しようぜと誘われれば仲間に入ったし、彼女ができれば本当は優しくしたいのに、人前で彼女をバカにして騒がれないよう努力しました。そんな地道な努力が報われ、あなたはあなたと見分けがつかない人たちが勤める場所で眠れなくなるほどの喜びや心が砕けるような悲劇などを知ることなく、毎日16時間かそこらほんの少し重力に抵抗してきました。もちろんあなたにも言いたかったこと、やりたかったことがたくさんありました。あったはずです。ため息の通る隙間もないほどに後悔の塊があなたの記憶を埋め尽くし、いつしかあなたはこれが普通だ、みんなこうだと自分に言い聞かせるようになり、何を言いたかったのか、何がやりたかったのか思い出せなくなりました。ある日あなたはあなたの本心を演じてくれる影に出会います。その影はテレビのような箱に入れられ、あなたを見るなりもがき出しました。あなたがずっと閉じ込めてきたさまざまな感情です。その影のあまりにも豊かな表現力に打ちのめされ、こんなにも多くのことを感じていたのかと、あなたは涙を流します。失われてしまった自分のために涙を流します。あなたにはいつか女の子が生まれます。その子はある日突然ダンサーになりたいと言い出し、あなたを戸惑わせるでしょう。人の目ばかり気にしてきたあなたですが、その時はなぜかやってごらんと言って微笑むのです。するとどうでしょう、あなたはその言葉こそ誰かに言ってもらいたかった言葉だと気づき、またしても微笑むのです。